かぶせシステム。昭和の時代、首相を務めた岸信介と佐藤栄作。この兄弟は、長州藩士で明治初期に官僚となった佐藤信弘の子孫です。佐藤信弘は山口県田伏の出身。この田伏は実は明治天皇が生まれた場所で、長州閥は孝明天皇を暗殺して、孝明天皇の皇子と用意した人物とをすり替えました。それ以降、日本の政治は明治天皇をすり替えた者たちにより支配されました。この権力機構を田伏システムと言います。岸信介は安倍晋三の母方の祖父で、安倍晋三もまた田伏システムの一員。田伏システム、その真偽はいかに。まずは孝明天皇暗殺説。公式発表では孝明天皇の死因は天然痘による病死。しかし当時から巷では暗殺の噂が広がっておりました。その理由は天然痘の診断の経緯が不可解な点です。容体が一旦解放に向かってから突如なぜか容体が急変します。要は毒殺によるものではないかということなんですね。毒殺の黒幕とされたのが岩倉具視。孝明天皇と岩倉具視の考えは完全に反目し合っていました。岩倉具視が助官として朝廷に仕える自分の命に毒殺を命じたという説です。その後実証研究が進み、孝明天皇の具体的な症状を検証した結果、発症してから症状が快方に向かったことはなかったことが、そんなことはなかったってことなんですね。なかったことが発表されました。これにより現在では病死説が主流となっております。次に明治天皇すり替え説。孝明天皇の皇子、睦仁親王が即位して明治天皇となりました。が、しかし、大村虎之助、この人物が明治天皇とすり替わったという説です。そしてこの大村虎之助が田伏出身。睦仁親王は元来病弱で神経質な少年でした。しかし明治天皇は、相撲や乗馬を好む豪気な性格でした。大村虎之助は元来相撲と乗馬が好きな少年でした。睦仁親王より大村虎之助の方がはるかに明治天皇の前身にふさわしい性格だったのです。睦仁親王は病弱で神経質な子供だったといっても、一方で公家の子供たちとよく喧嘩をしたとも伝えられています。そもそも子供が成長とともに体質が変わり、性格や人柄が変わっていくのは決して珍しいことではありません。即位後の明治天皇を支えた人には、子供だった頃からよく知っている者も多くいました。そんな中、途中人間をすり替えるということが果たして本当に可能なんでしょうか。ましてや天皇の側近がすり替えに加担するとも思えません。仮に人は騙せても、神を騙すことはできません。明治天皇はやはり明治天皇だと思います。